でもさ、なんか前に掃除しに行った時に本当に私あの入って5秒で即ゴミ袋くださいって言ったぐらいで、いやそれが結構ね、言うてね、ちょっと失礼だったんじゃないかなって自分でも思ってて、ちょっとなんか大丈夫だったかなって思ってたんですよ。今一応ね、先輩一応っていうね、失礼だぞ、失礼だぞお前仲いいけど先輩だから失礼かなって思ってたの、そしたらさ、ロング先輩さ、あのやり取りが好きすぎてさ、切り抜きとかめちゃくちゃ私にさ送ってきてさこれ好きチョコ洗さえ5秒で掃除するってことなかったわけでしょ。チョコ洗部は冷蔵庫担当だったから、うん、そう、何冷蔵庫担当ってチョコ洗部動いて冷蔵庫開けるんだもん。そう、毎回そうだよ。そうなんだ、うん、まあ、冷蔵庫はね、彼女のね、そうなんかね、神聖な場所っていうものがあるから、うー玄関から踏み入ったらマジ初めて。じゃあ私フロア担当ってことそういうことフロア担当、厨房担当とフロア担当ってことね。そうそうそう、あ、なるほどね。ロボコはお部屋担当でいいもん、うん、汚くする気満々やん任せてほしい任せてほしいじゃないよ、いつもお世話になってましてでもすごい綺麗になってて、でなんか寝室にね置いてあるなんかアロマのやつ見せてきて、これおしゃれでしょって言って私が言った言葉が、え、それ絶対使わなくなるよめんどくさくて使わなくなるよ。悲しい